言うこと聞こうね。実あれ実は実あお利口さん偉いね。実中あれさん実は実あ偉いお利口さんやな。おしゃれよし。ようこそ犬の行動専門家ドッグトレーナー瀬形です。今回は言うことを聞くお座り聞かないお座りっていうのをやっていこうと思います。オープニングでね見ていただいた通りなんやもうあれで終わりじゃなくて実際じゃあなんで言うことを聞かないお座りがあったり言うことを聞くようになるお座りがあるかっていうのを解説していこうと思います。前半で見てもらったようにまあ今回はこれちょっとおもちゃやねんけどおもちゃとかおやつを使ってはいアレイさん、はい、お座りしましょうね。実リーツはいよし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 。まあこういうのよくあるよね。おやつとかおもちゃを用意してそれを見せることでお座りをさせましょうね。上おやつを上に持って行ってやりましょうねっていうことないけどもまあもちろんそういう方法もあっていいと思う。ただやっぱりこれをやっていくと多くがおやつとかおもちゃがないとしない、おもちゃがないとやらない、おやつがないとしないだとか興味おもちゃとかおやつに興味のない時にはしないっていうことに陥りがち。これをずっと用意しとかなあかんのっていうのも問題として出てくるやんか。じゃあなぜそういうことになっていくかって言ったら犬の行動っていうのは環境によって覚えていくね。環境っていうのはねここソファー、例えばソファーの上ね、私家の中おもちゃがあるとかそういういろんな環境を含めて覚えていくねやんか。さっきやったご飯とかおもちゃもそうなんやけども最初にやったのはおもちゃおやつがあってかつ犬がそれに興味を示している時にお座りができるっていう流れやねん。何でもかんでもお座りができたじゃないのよ。わかるかな。どんな条件の時にお座りができたっていうのが犬の中であるわけ。人はお座りできたって人最後の結果だけを見ちゃうんやけど違うんだ。家庭を大事にしてね。家庭って言っても家のことじゃないぞで、どんな環境や家庭があったかって言ったらおやつ、おもちゃがあってそれに興味があったりそれが欲しいと思ったりした時に言うことを聞くっていうのが一連として成立するわけだから、そのうちのどっか一つでもかけるとお座りというか最後のお座りまでいかへん。これが言うことを聞きにくいお利口になれないお座り。日常生活の中で別に言うことを聞かせるわけじゃないと、なんかこの子が好きな時に自分自身ね犬自身が座りたいなと思った時に座ってくれたらいいのよっていうんやったらそれで問題ない、ね、全然問題ないやんか。この子が座りたくないって言うんやったら、あ、別にそれはいいんですとか、犬がね、人の言うこと聞かなくてもいいんですっていう飼い方やったら全然問題ない。この子が家の中で自由にして何しても OK ですっていう方やったら、そういう飼い方で問題ないわけやん。自分がどうありたいかっていうのが、その時大事になってくる。まあ多くの人はやっぱり犬にね、自分とこの子に、なんかこうしてほしいな、ああしてほしいな、ね、散歩の時、先行ってほしくないなとか、静かにしてほしいなとか、ちょっとお利口にしてほしいな、吠えないでほしいなっていうのがあったりするやんか。自分の言うこと聞いてほしいなっていうの。散歩でも、ね、朝、2時間この子が散歩行きたいって言うんだったら、ああ、行けるだけ時間あるぜとか、この子が遊んでほしいって言ったら仕事休んで、まあ、全然余裕、お金回りも余裕やから全然休めるとかさ、羨ましいね、みたいな生活してはる方やったらいいんやけど、多くの方はなかなかそうはいかんやんか。学校だったり、仕事だったりせなあかんやんか。お利口になれるお座りの方法なんやけれども、手助けっていうのでやっていく。文字通り手で助けてあげるの。どういうことかって言ったら、この子ね、まあお座りを、まあ、知ってるんやけれども、お座りの姿勢、どういった環境状況で、できたかっていうのを伝えていく。犬が座れる手伝いをしてあげるってこと。それを手でやろう。単純やね。お尻、ね、押してあげていって、で、首をね、頭を上に上げるような動作をすれば、一般的にはお座りになりやすい。ただ、頭触られるのが嫌な子やったら、頭の方は触りにくいし、お尻触られる子やったら、お尻は触りにくい。その辺はね、どうしたらいいかなっていうのは、ちょっとその子によって変わってくる。その子が触られて OK な方法を、取ってそれを採用してやっていくって、嫌じゃないことをやっていくってことやね。この子の場合やったらよいしょって、はい、お利口さん、お座りしたね、お座りしたん偉いね。ほんとこれで、
これを繰り返して繰り返して教えていくね。もう一回するよ。人が手助けをする。犬が座れるように手助けをする。お尻を軽く押して、頭を軽く上げてあげる。座った。ああ、伏せた。ね、伏せちゃったらもう一回、よいしょって座らせてあげたらいいだけ。よいしょ。ね。あ、えらいえらい。お利口さんやね、アリーさん。お利口さん。そうすると犬がどういうことをね、学習していくかって言ったら、人が触った時には、必ず何か言うことを聞くんだなっていうのを、流れ、一連の流れとして、環境として、過程として覚えていってくれるわけ。そうすると、犬は人が何かしたら自分はそれに合わせるもんなんだなっていうのを覚えていく。これ上下関係のように見えるけど、上下ではないの。あくまで手助けして、で、できたことに対して褒美を、まあ、褒めるだとか、ね、おもちゃで遊ぶとか、そっちの方にしていくの。最初の始まりが人の手助けから始めていく。人がこうしたらあなたにとっていいことがありますよっていうのをさ一連の流れとして教えて、人が触って座ったらあなたにとっていいことがあるんだよ、こちらが伝えてることに対して反応していこうねっていうので成立していくとどうなるかって言ったら、こちらの言うことに対して相手もメリットがあるし、ね、手助けやったら時間はかかるけれどもやっぱり成立できるわけやんか。家庭として前提条件として人がその人がいればいいわけや。おやつとかおもちゃやったらその子が興味あるかないかでできるかできないかが大きく変わっちゃうんやけれども、人の場合はちゃんとああいうのができれば人の言うことを聞ける子というふうに流れを作っていくことができるやん。そういうふうにして教えていくの。座れ一つでも人とのコミュニケーションが取れてお利口さんになってこっちの言うことを聞いてもらえるし、犬も人のことを慕ってきてくれて、なんか次することないとかあれするこれするとかいろいろそこから楽しみが出てくるわけ。あーリーちゃんこうやっておもちゃで遊ぶやん。よしでこの子こうやってさ、ほら持ち上がるほどすっごい好きなのよおもちゃね。で普通やったらこういうのってなかなかおもちゃ離さなかったり人が取ろうとしたらうなったりするんやけども、あーうそほら、パッとやめるやん。よし、うー、偉いなー。なんでこんなことできるかって言ったら、メリットがあるから。さっきやったように、お利口にできるお座りを教えると、人の言うことを聞いたらええことあるんやなっていうので、従うようになる。前提条件がおやつおもちゃじゃないのよ。人の言うことを聞くと、っていうところが入ってくる。おやつの言うことを聞く。おやつが欲しい時にじゃなくて、人の言うことを聞くとええことがあるんやなっていうのを、しつけとして教えていくとこういうのができるね。もう一回するよ。あうす。ほら、自分から話した。ね。器用やね。こういうのもね、遊びとして。よし。あら。残念、アレイさん、こっちでした。こっちでした、アレイ。いいよりー。アレイさん。よし。人側がね、やたらしかったりとか上下関係のように厳しくしなくても今のようなので十分なのよ。あんだけ欲しがってても人の言うことを聞いてくれるわけ。これね、お座り法、お座りを通じてお利口になったり人と絆を作っていけるんやけども、コツとしては最後の一押しは自分自身でさせるっていうのがある。どういうことって言ったら、お座りって言っても最後までお尻をギュッと押すとか無理やりにでも押すっていうことをしてしまうと、それは犬にとって非常に不愉快なものやし、まあ純粋に股関節がねとか膝とか打球しかねない、なんか怪我しかねないとかなるから、感覚として最後の一押しを自分でさせる。で、自分でさせた、自分でしたこと、犬自身がお尻座るってことやね。だからイメージでは9割ぐらいは押すけど最後の1割は自分で座ってみっていう風にしていくね。最後まで押し切らない、画面で言ったらここまで押し切らない、地面としたらね、下の切れるところが地面としたら、ここまで押さない。この辺で止めんねん。で、最後のあとちょっと自分自身で座らせるっていう感じ。これで座らせるとして、よいしょって座ってみーってして、よいしょ、お尻を押して、この辺、なんか踏ん張っちゃってる。よいしょ。はい。押して、ここまで。で、最後の一押しを自分でこういう風にさせるみたいな。押さないようにしてね。で、それを褒めると、犬も人も自分のやったことに対して評価してもらえるとすごく嬉しがんねやんか、喜ぶねやんか。最後までさせるとなんか無理やりさせられたっていうような嫌なイメージついちゃって、
人から離れていくんやけども、最後の一押しを自分でしたら、自分でやったことに対して評価してくれたら、おお、なんか自分のやったことが認められて嬉しいってあるやん。みんなもそうやんか。自分が何かこう思うって言ったことに対して、ああ、あなたそれすごいねって言ってもらえると、やっぱり嬉しいやんか。評価してもらえたって、やったって思うやんか。今やったら SNS でいいねがいっぱいもらえたら、やったって思うやんか。それそれ、それと一緒。そういう風にして自分のやったことっていう風に錯覚させるね。それが最後の1割だけは自分でさせるってやつね。そういう風にしてあげて、それを評価して褒めることで、ね、ああ、人に認められて嬉しいな、じゃあ言うこと聞いていこうかなっていう、そういう風にして作り変えていったら、ほら、わかるやんか。認めてもらう人にはすごく好意を寄せていくやん。そういうのを犬に作り出せるね。そういう風にして関係を作っていってみよう。私の犬はね、こうやって動かないんやけど、動く犬にはどうしたらいいの、こうしたらいいのっていうのがあると思うし、問題がもう出てしまっている犬には使えないかって言ったら使える。私はね、しつけ教室やってて、下記の方に連絡先を載っけておきます。で、そこへね、連絡するかしないかはね、やっぱりあなた次第なので、あなたがどう思うかで、ね、どう過ごしたいか、私は犬とこういう生活を提供できますよっていうので、しつけ教室はやってみます。あなたが興味あるようでしたら、下の方、覗いてみてもいいんじゃないかなと思います。では、次回の動画でもお会いしましょう。それじゃあね、バイバーイ。